そして少年化、刑事時代には高戸裕二が担当する事件に首を突っ込みたがり毎回、個性的すぎるファッションを披露高戸裕二を追いかけてニュージーランドに渡りましてたくましい雄の羊と結婚したという噂の真山薫を演じましたのは浅野敦子さんです、お願いしますどうも、えー、すっかり設定を忘れてました。<laughs> えーえー とにかくあの若いスタッフで、えー、とそれと共演者も、えー、なんかあの幼稚園で見てましたとか言われて、えー、なんて生意気なやつだと <laughs> はい、ちょっと現場的にちょっと雰囲気悪くしましたが、えー、なんとか頑張って、えーえー、参加させていただきました、えー、皆ささんん楽しんでください。どうもありがとうございます。 まあ、八年ぶりにアブデカが帰ってくるということで、まあ、久しぶりの再会かと思いますけれども。浅野さんは。このアブデカが帰ってきた。いかがですか、お気持ちとしては。マジって思いました。はい。で。うん、まあ、や。いつも思うんですけど。あの。まあ、あの。変わんないから。えっ、ー、と、終わ。 でも、まあ、また会える、うん、何だろう会わなくてもか、まあ、この人たちはみんな変わんないくらいいいやみたいな感じでずっと来てるからまあマジって思うのもあったけどだけどまあやるのかなでこれでまたあれなのかな8年後かなんかまたやんのかな。<laughs> ねえ、はい、やんなっちゃうね。<laughs> です いや嫌、はい、になることはないと思いますあの、8年と言わずもっと頻繁にやっていただきたい,いやだ、整形しなきゃならなくなっちゃうからいやいやいや、そんなことはないと思います<ー>浅野さんから見たこの高戸裕二っていうのはいかがでしたかえっとまあ、あの変わんないなと、はい、ですから皆さんあのいつも通り見てやってください、はい、7年の時を経ても全く変わらないですかゾンビですね。 ゾンビ。はい。どこで復活。一番。は、おんこです。もう、この。破壊力がすごい。はい。はい、ずっと、こう、ストーリーが割と、ちゃん、ちゃんと、こう、流れてるストーリーの中で。突然、すべてを破壊するという。はい。すごいそんなことない。すごい破壊力です。本当に、一日二日お邪魔しただけで。えー、えー。そんな。あのー。ね、とる。 いや浅野さんはでもテレビシリーズが始まった頃はそんなにぶち壊してはいなかったんです、はいええ、もっといい女風な1980年代のいい女風な存在でいたんですけどえずっとそそううだよあそうらしいです、はい、<laughs> 中村さん、立場がすごくやっぱりこういうポジションになるわけですかそうですすそうねだから僕はいつも逆パブロフの犬現象って呼んでるんですけど。 あのお二人にあの何か食べそうな顔をされると鈴を鳴らしながら餌をあげてしまう、ね、え <laughs> パブロフ博士的な反応をしてしてままいますね、はい、あの中村さんが見た高藤裕二っていうのはいかかがでしたかいやその浅野さん変わらないっておっしゃいましたけどかこのかっこよさが40年近く変わらないっていうのは本当に確かに。 異常な奇跡なことだなと思いますしそこがやっぱりこの「危ないで下が足掛け」37年、えー、来年38年ですか、えー、続いた魅力の源であることは間違いないと思います浅野、はい、さ,さんはいかがでしたかこのお二人の演技というのは、えー、勝手になんかペロペロペロペラララやってましたそ,それはね、はい、聞く人が間違ってるああそうですか <laughs> じゃあもうもう中村さんがあのちょっと苦笑気味だったんですけれども あのーえー、と僕は、まあ、アドリブっていうか、あのー、昔からその僕は提案という呼んでいるんですけどあのあた新しい提案どんな提案がどんなところに飛んでくるかわからないのでもうとにかくどこに飛んできても、えー、取って返す京平さんにはすぐ返す舘さんには舘さんが取りやすそうなスピードで返すっていうのを心がけておりました。<laughs> <laughs> それもこぼ取りやすそうな球も取れない僕っていうか <laughs>、えー、先週走,り走るシーンを撮り終えてやっと、うん、全力疾走で走ったんですけども「絶対テロップを入れてくれ」って言ったんです「72歳と2か月」っていう <laughs> それぐらい一生懸命走りました アブデカに魂あったのかなって今ずっと考えてた <laughs> いやーなんか「うわーアブデカだからね」みたいなのがあのー、こう残ってればいいんじゃないかなと思うんですよ本当にに何か見てくださる方もあのー、なんか見た時に「 いろいろ最近、あの、あれ、なんか、クレームじゃないけど。あの、いろんな突っ込むところっていっぱいあるじゃないですか。うん、アブデカって、その突っ込みどころがものすごいある番組なんですよね。だから、なんか、それでいいんじゃないかなっていうのが。なんか、ちょっとありますね。なるほどね、はい。すみません、もっと、わちゃって感じでき。<laughs> あます。ありがとうございます。 いいですね。かみてがよろしいでしょうか。一列目、はい。ありがとうございます。はい、この後二列目の方に。移らせていただきます。はい、もう少し長めにいただきます。もう少々お願いします。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。